井出邦子七7月24日昭和22年9月6日は日本の宗教家。明治から昭和初期にかけて実在した圧倒的な霊能を持った不正室の新人。兵庫県三木市公木に朝日神社を創設し、そこを中心に上に人を対象に教えを説いた。天理教の教祖、中山三木明治20年が亡くなって、約20年後の明治41年頃に突然、 神様が降り、その言動と、振る舞いは、中山美紀を忍ばせることが多かったと言われた。天理教二代目、教祖、万衆の親様と呼ばれることがあった一方、天理教本部は、彼女の寄進を認めていない。井手家の表札親様のお姿明治41年頃、井手国子に、親神が降りた時、身体が振動し、自分で止めることができなかった。彼女は、最初、 自分が悪いことをした罰だと思っていた。彼女はそれまでに修行をしたことはない。目が見えない日、口を聞くことができない日、目も見えず、口を聞けない日がしばらく続いた。目が見えない時は、1日中座ったままで、口の聞けない時に倍働いたので、不自由は感じなかった。やがて、人間世界を助けてやってくれ、世界が収まるようにしてくれ、という声がどこからともなく、 聞こえ、何もしないでいると、手がくっつき人の手を借りないと日常生活に困るようになり、人助けを決心した。それからは、絶えず全身が振動し、無意識に言葉が出るようになった。明治42年には、助けを求める人が、1日に100人にもなることがあり、人を迎えるために建物を建てた。しばらくして、三木の警察から、催眠術を使っていると疑われ、 10日間、交流された。釈放されると助けを求める人が押し寄せ、また、出頭命令が届き、交流と釈放が繰り返されることが1年1ヶ月、続いた。お助けを求める者の中には、無法者がいて、その者が裁判所に送られたことをきっかけにして、井出は住み続けることができなくなった。明治43年7月13日、木の先温泉にいる井出に裁判所から、 出頭命令が届き、帰宅した翌14日、予診裁判にかかった。予診判事からは、人助けをすることは、何の罪にもならないので、意の向くままにしてよいと言われた。天理教本部から引きずり出された直後、天理教本部で、怪我をした時の鑑定書、明治44年の中山美木氏も25年歳の時、天理教本部に自分の写真と切手を送って無視された絵では、 大正5年の30年歳の時には、存命の中山三希の依頼によって、天理教本部に参拝し、教祖殿の前で人助けを始めようとするが、2名の本部員によって、廊下を引きずり出され、怪我をする。宿屋、福井屋に泊まる。そこで、中山三希の彦にあたる福井勘次郎に出会い、彼の世話を受けるようになる。兵庫県三木町、高木村に住む。身の心への話。 大正15年4月17日、身の心への話を発行する。昭和9年右足切断の診断を受けた、芹沢の学府、相川清成の、お抱え運転手を治す。昭和10年、脳一血の後遺症を持つ義父、相川清成とバセドウ死病の妻、金剛を治す。昭和12年、胃がんの芹沢の義母、相川シムの寿命がないことを告げる。昭和15年、 結核性骨髄炎のため、右足切断の診断を受けた、芹沢の弟を治す。昭和15年2では、芹沢邸で外務省顧問、白鳥敏夫に会い、次のように悟したという。1、アメリカと戦争をしてはいけない。アメリカの方が国力が上だから敵にしてはいけない。ということではなくて、明治維新で日本が開国したとき、アメリカの取った政策のおかげで、 ヨーロッパの植民地にならずに済んだ恩があるから、戦争を仕掛けたら負ける。それが、天の利だ。二、天皇に命を投げ出すつもりで、外交官として勇気を出して、アメリカとの戦争を止めてくれ。三、社をお祭りするのも良いが、それ以上に人間が神であることを忘れないように。東京への空襲が始まる戦争末期には、 1. 1東京に空襲があることは分かりきったことであるが、信者に不安を与えるので言えない。2. 負けるが勝ちとも言うように、日本も降参したらいい。出生する兵士で、無事凱旋をお願いに来た者には、行く先々の住民を同胞と思って、大事に扱うこと、鉄砲を敵に向けても狙いを外して、敵を殺さないよう、その二つを守れば、神が守るから、と説いていた。 昭和19年12月6日には、芹沢の兄に和平の仲介を頼みに、ソ連に行くことを勧める。兄は、卑怯をついたち繰り上げ、昭和東南海地震の難を逃れた。大正5年大正8年、一高在学中に、芹沢孝次郎が、独幕と威着を助けてもらうために、当時の天理教信者に連れられ、三木市の井出を訪ねたのが、二人の出会いである。その頃の芹沢は、 三期までの旅費にもことかく状態であったが、病気を治したい一心で行ったものと思われる。大正14年6月10日、徒伏する芹沢夫婦を神戸で送る。昭和7年の秋から春十に回、上京するときは芹沢邸に一泊する。昭和19年11月23日、芹沢らにそれとなく別れを告げに来た際には、中年の男女二人を伴い、 三段重ねの重箱を二組持参し、皆の前で次のようなことを話す。一、天理教とキリスト教を一緒に研究してくれ。目に見えず手で触ることもできないが、神さんはある。二、自分は天理教の教祖でも二代目でもない。もし、自分が神さんなら、セリザワを含め皆が神さんだ。三、信者は病気が治ったり、お金がちょっと。 親さんありがたいというものの、天地を動かす神さんがある、と、い,いことを分かろうとはしない。神さんは、天地の間にいっぱい満ちて、かすかに動いている力みたいなもの、と言える。四、天界というところがあってね、自分は何度も見せてもらった。五、神さんの心とは、人間は一つ、互いに相手を神だとして立て合い、許し合い、拝み合う心です。人種、皮膚も色を問わず、 皆同じ神さんの子供です。ザ沢には、二人だけの場で、よく辛抱した神さんが褒めている、と話し、ザ沢の妻には、子供が四人とも女であって、男の子のいないのを悲しんではいけない、と悟した後、四人の子供のそれぞれの将来について、予言するように話す。東京にもう三泊する予定を、急遽切り上げ、臨時列車で帰郷する。 朝日神社参道入り口親様のお墓特別許可で埋葬されています。台本教会祖、出口直のおく城を参考にして作られたという。昭和22年9月6日、三木町公牧で成居。葬儀は翌日、仏式で取り行われ、芹沢も参列した。遺体は特別許可で山のふもとに埋葬された。宗教法人朝日神社の手続きを取る。 兵庫県三木市別所町公木にある朝日神社神殿。鳥居がないので外観は神社に見えない。境内の葬式地面積は3300坪。神事の様子、中山三木の総尊、福井勘次郎一、神の美少1986年に、神の慈愛1987年三神の計画1988年。ありがとうございます。